Truckers X TV on air。We are now live in 3, 2, 1。こっちのエリアはまだ誰も探索していないよな。ああ、間違いない、風花、無事だといいんだけどな。そうだな、ああ、クライン、風花を探すならこっちのエリアでいいと思うか。いいと思うぜ。エイジはどう思う？さあ、わからないな。なんだよ、はっきりしねえ返事だな。おい、適当な返事をするよりわからないと返す方が誠実だと思うが。誠実なんて言葉がおめえの口から出るとは驚きだぜ。おい、クライン。な、霧の爺、おめえはこいつのことをもうすっかりダチだって思ってんのか。こいつがやったことを忘れたってわけじゃねえだろ。そうじゃない。ただ今そんなことを言ってる場合じゃないだろ。クライン、お前もしかして腕を折られたことまだ根に持ってんのか。俺はただ、もし僕の腕を折って気が済むならそうしてくれて構わない。それに僕だって友人として扱われるなんて思っていない。てめえ。ああ、VR で腕を折ったところで痛みを感じるだけだったな。君がリアルでの報復を望むというならそれでも構わない。ちげえよ、そういうことじゃねえ。俺が言いたいのはな、エイジ、クラインはそういうつもりで言ってるんじゃない。そもそもクラインが怒っているのは自分の腕を折られたことじゃないだろ。ああ、そうだよ。すまなかった、今のは不用意な発言だったな。挑発するようなことを言ってしまって申し訳ない。まあ二人ともこの際せっかくだから。ん？キリト。ああ、みんな敵襲だ、構えてくれ。真打ち登場だぜ。よろしく頼む。クライン、気を抜かずに行くぞ。クライン、あまり調子に乗るなよ。見つけたぜ。
敵発見。準備運動にもなりやすいな。見つけたぜ。見つけたぜ。まだまだこれからだぜ。見つけたぜ。それで。締めと。準備万端。ぶちかますぞ。敵だ。警戒しろ。いや、はっ、しまった。
やってみろ。よく見ておけ。やってこい。行くぞ。見切った。全滅したみたいだ。大事にしなくて。装備してみるか。華麗な技を見せてやるぜ。装備アイテムか。せっかくだ、持っていこう。見つけたぞ。敵だ。試してみるか。よっ、敵だ。よっ、
来てるぞ。今じゃねえか。行くぞ。あった。すげえ。チャンスがあれば叩き込め。な技を見せてやるぜ。せっかくだ、持っていこう。最高じゃねえか。大勝利だな。よし、無事に片付いたみたいだな。みんな、いいコンビネーションだった。ああ、特にクラインのフォローが良かったな。おかげで大したダメージはなかった。そう思うだろ、エイジ。ああ、クライン。なんだよ。さっきの戦闘、僕の方に来た敵を倒してくれただろう。助かったよ。どうもありがとう。別にてめえのためじゃねえよ。クライン、お前も頑固だな。気持ちはわかるが、一方的に意地張ってたって伝わらないぜ。ちゃんと事情は伝えてやれ。クライン、俺からも頼む。仲良くしてくれとは言わない。ただ
俺は互いに誤解し合ったままでいてほしくはないんだ。わかったよ。たく、キリトがわざわざ頭下げることじゃねえよ。こいつは俺の、あ、いや、俺たち風林火山のけじめの話なんだしよ。風林火山、君が所属していたギルド、そして僕が狙って襲撃をしていたギルドの名だ。そうだ、あの事件の時、おめえが怪我させたのは俺だけじゃなかった。自分がいくらぶん殴られようが、腕がへし折られようが、そんなことはどうだっていい。ただ大事な仲間がやられたことってのは、そう簡単に許せねえもんなんだよ。ああな、霧の字、おめえにはよくわかるはずだ。そうだな、よくわかるよ。でもクライン、お前さんの仲間たちはエイジの件についての被害届は取り下げたじゃないか。風林火山のメンバーはお前さんも含めとっくに許してやったもんだと思ってたかな。被害届を下げたのは十分罰は受けたからだ。あれ以上の警察沙汰はやりすぎだろう。ただだからってエイジが俺の仲間たちを傷つけたって事実は変わんねえけどな。罰を与えようとは思わないが、簡単に信用はできないってことか。そうだ、特に信用できない味方ってのは下手したら敵より厄介だからな。特に霧の字、おめえみたいなお人よしがリーダーの時はことさら気をつけなきゃなんねえ。お人よし、確かにクラインの言うことはもっともだ。信用できない味方はチームワークにも問題を与えるだけだ。おうよ、背中を預けらんねえ味方なんざヒヤヒヤして共闘どころじゃねえからな。ああ、僕もそれには同意するよ。だから僕は今後のことも考えて君たちには近づかないようにする。エイジ、それは君たちにこれ以上余計な迷惑や負荷をかけたくはない。これが一番いい選択だろう。ただこれだけは進まないが、どうかユナのことだけは頼む。おい、エイジ、待つんだ。エイジ、おい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 、そうじゃねえ、そうじゃねえんだよ。待て待て、悪かった、待てよエイジ。ちょ待てってば。何かな。なんだ、俺もカッカしてて悪かったな。確かにおめえは信用ならねえけどさ、それでもよ、貴重な戦力なんだよ。そうかな、僕程度の実力なんていくらでもいるだろう。仮にも攻略組を名乗ってた俺たちをコテンパンにのししまったくらいだ。かなりのやり手だろ。それはオーディナルスケール、 AR での話だ。 VR であるここでは話が違う。そう言うなって、エイジ、ここは素直に褒められておけよ。ここまでの戦い方を見てもお前さんがすごい剣士だってのはよくわかるぜ。そうかな。さっきも言った通り、俺にとって仲間ってのはかけがえのない大切なもんだ。俺はいつだって仲間を守りてえと思ってる。特に今はこんな緊急事態だしな、戦力はいくらでも欲しいんだよ。だからつまりそのあれだ、俺たちにはてめえが必要だってことだよ。わかった、僕でもよければ力になろう。ま、勘違いすんじゃねえぞ。てめえみてえなタイプは一人にしたらまたうじうじ余計なことを企むかもしんねえからな。背中にはいつも俺の目が向いてると思ってビシッと背筋伸ばしとけ。はあ、心得ておくよ。クライン、ありがとな。いろいろ考えてくれてるみたいで嬉しかったよ。おいおい、キリト、おめえこそ人ごとみてえな反応してんじゃねえよ。え？おめえがお人よしすぎるから俺がここまで気をもむ羽目になるんだろうが。そうだな、それについては僕も大いに同意する。君はお人よしがすぎる。おいおい、
ヒースクリフやデスガまで一緒に行動してるんだぞ。この現状をお人よし以外のなんて表現するんだ。いや、ほら、クラインの言う通り戦力になるかと思ってさ。けー、これだから霧の字はよ、まさに筋金入りのお人よしだぜ。そいつらも一人にしたら何しでかすかわかんねえからな。ここは俺たちが見張ってるしかねえだろ。そうだな。そういうことだからエイジ、おめえも頼むぜ。なんせあいつらはおめえなんかとは比べ物になんねえくらい厄介だからな。わかった。僕にできることがあれば手伝うよ。これからもどうかよろしく頼む。おうよ。俺ってそんなにお人よしかな。お前もしかしてマジで自覚ねえの？みんな思ってるぞ。右に同じ。そうかな。